皆さんこんにちは、ダンクマンよしです。というわけで今回は久しぶりにダンクマンと一緒に見ていくシリーズ、最近ね、ダンクマンよし TV としても色々と試行錯誤して様々なことを試していってる感じなんですが、今回は何かダンクマンらしいことをしたいなということで、これをやっていこうかと。もう随分前にね、レブロン・ジェームスやコービー・ブライアント、もしくはビンスカートのダンクなどもね、一緒に見ていった動画はあったんですが、今回の企画はラプターズの渡辺裕太選手。渡辺選手ね、そんなに試合中にダンクをするっていうイメージはないですが、まずは彼の基本データを見ていきましょう。身長は 2m6cm、 体重は 98kg、 そして気になるウィングスパンは 2m8cm で、スタンディングリーチは 2m67cm、だから感覚としては 40cm くらいジャンプしたらリングには届くと。そして今回のダンク、これは先日のウォリアーズ戦の途中に発生したんですが、まずは早速そのダンクを見ていきましょう。Understand the situation. Don't change. Nice. Oh, Yuta Watanabe. とね、このように素晴らしいダンクだったんですが、当時場面は速攻で、このマラカイ・フリンの絶妙なアシスト。このアシストも込みですごくそのダンクとしての素晴らしい作品が出来上がりましたね。そしてこの片足飛びによるワンハンドダンク。そしてさっきも言った通り、状況は速攻だったんですけど、彼がボールを受け取った瞬間、一応3人の選手、0番のゲイリー・ペイトン2世、95番のファン・アンダーソン、そして1番のデミオン・リーは渡辺裕太に気づいてましたね。そして一瞬止めに行くような仕草を見せるんですが、やはりこの時の点差が102対77と結構開いていたんで、止めには来なかったと。多分接戦だったらね、止めに来てた可能性もあったと思うんですが、ダンクマンとしては、もしも彼らのうちの誰かが止めに来ていたらどうなっていたのか、そういったところも気になるところです。っていうのは、ワンチャンもしも止めに来ていたら渡辺選手にとっては NBA 初のポスターダンクが決まっていた可能性もあるんで、でも仮に彼らのうちの誰かがジャンプをしていたとしても、ブロックをされていた可能性は非常に低かったかと思います。っていうのは、まず角度的に難しかったのっていうのと、あとはセットプレーからならまだしも、速攻でバリバリ勢いにも乗ってて、しかも片足跳びで離陸したから、これを止めるのは相当困難だったかと。というのは、単純に片足跳びの方が両足跳びよりもそのジャンプにかかる時間が短いから、ディフェンダーとしてはタイミングを合わせてブロックしに行くのは難しくなってくると。例えば極端な例で言うと、これはこの同じ試合で先ほど名前も出たゲイリー・ペイトン2世が逆に渡辺選手にブロックされたシーンなんですけど、このゲイリー・ペイトン2世はここまで少なくとも自分が見ている限り、基本両足跳びで高さを出すタイプなんで、その分渡辺裕太も合わせに行きやすかったかと思いますし、もしもこれが片足跳びだったら止めに行くのは非常に困難だったかと思います。そしてあとついでだから、このシーンについても少し見ていきたいんですが、ここでは渡辺裕太は両足跳び、しかもスタンダードな飛び方ではなくて、まさに跳び箱を飛ぶような感じで、離陸直前に両足を同時に地面について飛んでるんですが、これは非常に興味深かったです。っていうのは、皆さんもね、今そこで両足跳びで高さを出そうとね、軽く踏み込んでみたらわかると思うんですが、左右もしくは右左で踏み込んで、そのまま離陸しますよね。というのは、両足跳びの人はこのスタイルによって一番高さが出せるから、だから NBA の試合で両足跳びでダンクもしくはブロックに行く人のほとんどは、この左右もしくは右左で踏み込んで決めに行ってるんですけど、この飛び方のパターンはなかなか見ませんし、おそらく渡辺選手がとっさにその体の向きとタイミングをちょうど合わせるためにやったことなんでしょうが、それをね、場面でドンピシャに合わせていけるとか、本当にまさしく神ブロック。そしてこういった話を聞いてもね、あまりピンとこないと思うんですけど、今度ね、何かジャンプするスポーツ、そのバスケとかバレーボールをやる機会がある人は、この飛び方で高さを出そうとしてみてください。なかなか高さが出せないことがわかるかと思います。というわけで、そろそろダンクの話に戻りますが、ここで彼の飛び方に注目していくと、ここでは片足跳び、そしてボールを受け取ってから左右で踏み込んでそのまま離陸。そして渡辺裕太はね、サウスポーなんで、おそらくですが片足跳びに関しては、この左右の踏み込みの方が右足の踏み込みよりも高さが出せるのかと。そして離陸ポイントに関しては、ここで高さに関してはこんな感じ。見ての通りね、高さはそんなに出ていませんが、離陸ポイントはまあまあ距離は出てますよね。そしてこれも片足跳びの特徴で、やはり片足跳びの方が勢いを出しやすいから距離が出せると。だからダンコンテストのフリースローラインから飛ぶダンクや距離を出すダンクは、基本みんな片足跳びで飛んでますよね。でもその反面、両足跳びの特徴は高さが出しやすいんで、基本両足跳びの人はリンクから近い距離から離陸して決めに行くパターンが多くなってくると。そう、ダンクの神様、ビンス・カーターがダンクコンテストでやっていたように。だから次はこの渡辺裕太の両足跳びダンク、もしくはポスターダンクにもね、期待ですね。はい、というわけで今回は久しぶりにダンクを一緒に見ながら自分なりに深掘っていったんですが、どうでしたか？またこんな感じの動画を見たい方はコメント欄で教えてください。そして楽しんでもらえた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。